はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エルティブログです。2022年1月の今はエルティブログ歴3年半経ちました。経ちましたね。いや、もうさっき計算したら、もう3年半、ね、3年半前に YouTube を始めていたとは。まあ、チャンネル登録者もほぼ5万人ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん長い付き合い。そうだね、本当に一番最初から見てくれてる人は僕たちの3年半前の状態からずっと見てくれてるから、もうたまに会う親戚のおじさんおばさんよりも多分皆さんの方が画面越しで僕らのことを見てるよ。まあ、その方々に対してと、まあ、これから私たちの小さなチャンネルに興味を持ってくれる方に対して自己紹介をしたいと思います。私たちはタカとレナ、ドイツ人と日本人の夫婦です。2015年の春に経営コンサルティング会社に同期入社をして初めて出会いました。若かったね。めちゃくちゃ若かったよ。お互い大学卒業してすぐのタイミングで、こんなおばさんとおじさんじゃなかったよ。もっとフレッシュだね。フレッシュまだ何も社会のことを知らない、そんな感じ、真っ白なフレッシュな社会人1年目ですね。はい、私から見たら、まあその40人の日本人の中にちょこんと1人の外人。そうだね、大変だった。で、優しい人がいました、こちら。その日系の経営コンサルティング会社だったので、研修を受けるためにレナがドイツから日本の本社に飛ばされてきたんですね。で、そこでまあいろいろ日本語でそのビジネスについて学びました、うん、名刺の渡し方だったり、やったね。メールの書き方とかね、エクセルの使い方とか。でも本当に何も分かってなかったからね。それで仲良くなりましたね。はい、研修中にね仲良くなりました。3ヶ月経って付き合い始めたね。お互いで旅をするのが好きということが分かってて、うん、一緒に日光に行ったでしょ。行ったね、日光。東京からレンタカー借りて日光まで行って、一日日帰り旅行みたいなしましたね。懐かしい。そういうドライブでした。で、まあ付き合い始めて3年間仲良くして、東京でその会社で働きました。で、どこかのタイミングで2人で世界を一周しましょうっていう話があって、そうそうそう、3年で2人で会社を辞めて世界を一周し始めました。2018年の6月に2人が会社を辞めて、で7月から世界一周に飛び立ちました。この1年でこのチャンネルを始めました。 LT ブログ。世界一周は結局1年間で35カ国ぐらい行ったので、それを全て動画に収めて、なので僕らの過去の動画をバーって見ていくと世界一周編に突入していくので、ぜひね、海外旅行とか、まあ、今の時期ね海外旅行行けないと思うので、興味がある方はね昔の動画漁ってみてください。はい、最初から見るのも面白いです。ああ、そうだね。もうめちゃめちゃ下手だったよ。香港スタートでマジで下手だったと思うよ。喋り方も編集の仕方も。もう私はほぼ何も喋ってないし。そう、レナほとんど喋んない。もう1年間世界一周してたよ。最初チャンネル登録者も全くいなくて、はい、100人行くまでに1ヶ月、2ヶ月ぐらいかかったよ。3ヶ月ぐらいかかったっけ。アフリカのケープタウンにいる時に100人行って、やったーって2人になったもん。もう本当に1日1人増えるか増えないかで、1日1人増えたらもうめっちゃ喜んでたの。そうだね。だから本当に皆様の視聴者の一人一人の大切さっていうのを身に染みて感じて、はい、で、まあ、世界一周を続けて、なんかちょっとだけこうヒンバ族の動画がちょっとだけバズってたし、なんかインドの動画とかもちょっとだけ人気があったとか、うん、そのおかげで、まあ、1000人の登録者になって、うん、100人から1000人までも全然伸びなくて、もう何度心が折れかかったか。まあ、日本に戻ってきて、この名古屋に引っ越して新しい仕事を探してて、うん、私は自営業で仕事を自分でこう作り出して、うん、LT ブログをここで続けることはないでしょという話だった。もともと世界一周をコンテンツにしてたので、まあ、日本に帰ってきてコンテンツがないよねってなってて、僕はまた今度は外資系の経営コンサルティング会社に入って、今もサラリーマンをやってます。で、レナ社長はもう社長って言われてるから
社長をやりました。まずは本当に自営業で一人で外国人向けの名古屋飯を紹介するフードツアーを立ち上げて、ウェブサイトを作って、うん、そこで毎日いろいろ記事を書いたり、うん、SNS を発信したりしてて、まあ、今は本当に会社は持ってるんですけど、まあ本当にしばらくの間に半年ぐらいは LT ブログをやめてました。うん、動画も更新してなかったね。日本に帰ってきて半年以上ぐらいね、全く動画更新せずにもう YouTuber はやめてたっていう状態です。まあ私たちは今でもノープラン YouTuber という感じで、うん、別に細かい企画はせずにその日の気分によってじゃあ今日はこの動画を撮りましょうみたいな、じゃあ今日はこのお店に行きましょうとか、じゃあ今日はこのところにドライブしましょう、そうという感じで、本当にカメラを持ってその日がどうなるか分からずに自由に動画を撮って皆さんに発信してます。だから企画もなければ台本もなくて、ぶっつけ本番でどっか行ってその様子を撮るっていう、もう本当にザ日常の様子を配信してるって感じです。だから演技とかもしてないし、作り込みもしてないし、もうだから今見てくださってるこの2人が素の、だからリアルで声かけてもらってもこの状態で、僕らはテンションもこれだし、そんな感じで YouTube をお送りしてます。はい、まあ2020年の3月にこのチャンネルを再開して、そうちょうどコロナだったでしょ。ちょうどコロナに突入して2人がリモートワークになって、半年ぐらいの動画、まあこのチャンネルをちょっとスクロールして昔の動画を見ると、うん、まあ、家の動画しか届いてなかった。そう、家で撮ってたねそうで今は名古屋を中心に東海3県かな、愛知県、岐阜、三重、まあ、あとは長野県とか静岡県とか、まあこの辺、名古屋を中心に1日とか2日でドライブができる距離が多いね。で、いろんなとこ遊びに行ってそれを動画のコンテンツにしてるっていう YouTuber です。はい、チューブエリア YouTuber ですね。チューブエリア YouTuber、 まあ関西とかも行ったりして、たまにちょっと遠出して遊びに遠征しに行きます。私たち LT ブログはまあそういったチャンネルです。私たちは L レナ T タカブログというネーミングだし、それが LT ブログです。はい、今まで気づいてなかった方いるかと思いますけどレナとタカが Vlog を作ってお届けする LT Vlog です。はい、まあ、できるだけ月に1回ぐらいはライブをもやります。そこにも参加してください。ライブ面白いよね、うん、皆さんとこうリアルタイムでチャットできるんで、はい、ちなみにその動画にも、コメントしてください。私たちは 100% のコメントを読んでます。なんかコメントを返すことがあれば返事します。そうだね、コメントはね動画を作るモチベーションになります。なんかみんながどう感じたかとか、すごい見ててコメント楽しいので、ぜひコメントもじゃんじゃん遠慮せずに送ってください。で、そのコメントの中で、あ、ここには行ってみてくださいとかおすすめがありましたら、うん、いつでもおすすめぜひ聞きたいです。あ、そうだよ、皆さんのコメントを参考にして僕らどっか行ったりするので、それこそドイツのパン屋さんとかも視聴者の方におすすめしてもらって初めて知って行ってよかって動画にしたとかもあるので、うん、だから、まあ、LT ブログは私たちだけの思いを込めたチャンネルだけじゃなくて、うん、本当に皆さんと一緒に作るチャンネルですので、そうそうそう、コメントしてライブに参加して、まあ本当にいろいろなサジェスションがありながら私たちは動画を作ってますので、はい、この動画はここで終わりにします。いつも通りこの動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。プチッと押してください。実はこの動画見てくださってる方の7割から8割はチャンネル登録してません。僕ら見えます、アナリティクス分析ができて、いう Google で視聴者のうち何パーセントがチャンネル登録をしてくれていて何パーセントがしていないとか分析で出るんですよね。なのでチャンネルを登録して、その隣になんかこう鐘のアイコンもあって、それを押すと新しい動画が上がった時にうん、ノーティフィケーションが来るので通知が来ますので、はい、それもおすすめです。押してください。はい。ではまた3日後に次の動画で会いましょうね。バイバーイ。